コチャバンバはボリビアで3番目の規模の都市、コチャバンバ県の行政府所在地であり、県西部に位置する。この谷の最初のスペイン人居住者は、1542年のガルシルイス・デオレジャーナであった。彼は、1552年に帝国史ポトシにおいて登録した称号を用いて、アチャタやカンサバナの原住民族の宗長から、土地の大半を購入した。 彼の支払った価格は130ペソであった。メイラス語の家として知られている彼の居住場所は、カラカラの近隣に位置していた。1571年8月2日、福王フランシスコ・デ・トレドの命により、町は創設され、オロペサの町と呼ばれた。町は、近隣のアルティプラーの地域、特に17世紀世界で最も大きく、裕福な都市の一つとなり、結果的に、 スペインが世界の列強となる資金源ともなったポトシなどの鉱山都市へ食料を供給するための農業生産の中心地となった。この時代、ポトシは銀採掘により大人口を要しており農産物需要は高かった。ポトシにおける銀行山が最盛期であった最初の世紀コチャバンバは繁栄したが18世紀になり銀行山が衰退し始めると町も 水退期へと入った。1786年に、スペインをカルロス賛成により、町の名所は、オロペサからコチャバンバに改名された。ケチュア語で、大草原の湖という意味の言葉が由来である。これは1781年オルロで起きた、原住民の反乱を鎮圧するために、オルロに兵力を送り込み、これを鎮圧した際に、重要な役割を果たしたことを称えるものであった。 1793年の調査では、町の人口は22,305人であった。12,980人のメスチソ、6,368人のスペイン人、1,182人の原住民、1,600人の村後、そして175人のアフリカ人奴隷であった。工業の流星と共に栄え、18世紀には工業の賃貸と共に一時衰退したが、 その後19世紀後期には、ボリビア全域への農産物供給センターとして復活した。1902年には人口約33万人まで増加している、アンデス産無薬中の東西に伸びた盆地内にあり、標高約2600メートル。気候は比較的温暖であり、果樹栽培などに適したバジェ地方に属する年間降水量は、 約500ミリメートルと乾燥している。5月から9月にかけてが寒気であり、降雨は非常に少なく月間数ミリメートル程度である。市内は浄水道設備の整備の遅れなどから慢性的な水不足になっている。午前中しか水が供給されないことも多く、ある程度裕福な家では屋根の上にタンクを設置し、給水できるときにそこに水を貯めるという対策をとっている。2000年には、 コチャバンバ水紛争が発生した。コチャバンバのキリスト像、キリスト像と植物園が観光名所である。キリスト像は市内を見下ろす、市内東部のコンコルディアの丘に建てられた。1987年7月に建設が開始され、1994年11月に完成した。手を左右に広げた立像で、高さは約34メートルあり、台座も含めると約40メートルになる。 鉄及びコンクリート製で、重量は2200トンに及ぶという、リオデジャネイロにあるコルコバードのキリスト像を抜き、キリスト像としては、世界一の高さを誇っていたが、ポーランドのカトリック司祭、シルベスタザバツキが2010年に完成させた、シフィエボ人にある高さ36メートル、16メートルの森土からなるキリスト像に破られ、2015年現在は、 シフィエボ人のキリスト像が世界一となっている。チチャやグアラポなどの発酵酒とシルパンチョと呼ばれる料理が有名である。特にチチャやグアラポは一般家庭でもよく作られ、飲み頃であることを示す四角形の旗が軒先にかかっている家をよく見かける。この旗がかかっている家には、知人ではなくても勝手に入って行き、小銭を払って一杯飲むという風習がある。 市内の三モ門大学のカーニバルダンスチームは、ボリビア国内の大会で何度も、賞を取っている。市の南西部に、ホルヘ・ウィルス・テルマン国際空港があり、ボリビア各地へ定期便が就航している。また過去には、ラボ航空が、現在は、ボリビアーナ航空が、本拠地としている。バスターミナルからは、ラパスやサンタクルスへの長距離バスが出ている。また、駅霊鉄道が運行している。 h t t p w w w j i c a g o j p j i c a r i p u b l i c a t i o n a r c h i v e s j i c a c o u n t r y 2 0、う、0 3 p d f p o l 0 1 0 4 p d f 社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会調査資料利を抜く世界一高いキリスト像 ポーランドに現るフランス通信社、2015年6月26日、閲覧、ありがとうございます。